列車5月30日アップデート情報公開。はい、どうも沢尾でございます。どうも、カレです。列車上のゴリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生まれました。生まれました。かわいい元気な女の子が元気な女の子生まれました、ね、生まれました。今日はもうダビちゃんも一緒にダビちゃんも一緒にお伝えしていきましょう。はい、では本日も最新情報をお伝えしていきます。はい、それでは予告されておりましたが、次は久々のラグナブレイクですね。はい、2月のデメテルレイド以外、そうですね、ですね、明日のメンテナンス後より、ラグナブレイクシーズン8、はい、シークレットブライドが開催となります。シークレットブライド、はい、シークレットですよ。はい、シークレットですね。ブライ、あ、6月のやつですね。あ、そうそうそう、もうそんな季節になったんですね。ジュンブライってやつ、ジュンブライですね。はい、はいはい、で、こちらが、今回のレイドボスのイピスです。え、すごい。これですね。これですね。これ、え、てかこれ、これ下着じゃないですか。違います。ウェディングドレスです。いや、でもこれあれ隠してる。違います。ウェディングドレスです。隠してるんですよ。でもいやいや、このシークレット感のなさ。なるほど。何も隠してないこのブライド感。わかりました。運命の熱い思い伝わりました。伝わりました。このウェディングドレスの姿は、はい、ラグナブレイクの報酬。あ、これコスチュームなんですね。はい、こちらのコスチュームなんですけども、こちらがあの通常の姿となってます。めっちゃめっちゃかっこいいですね、これ。これ、え、いけ、ん、ど、んと、メンズですか、ね、全然印象がだいぶ違うとは思うんですけども、はい、そうですね。まあ、ここはレイドストーリーに大きく関わっている部分なので、なるほど、これはイベントをぜひですね、進めていただいて伏せられるパターンのやつですね、が気になるやつです。性別なのかどうかもね。あ、もう全てが伏せられて、はいはいはい、そういうところをね、はい、ぜひあの真相をぜひチェックしていただいて。そうですね、そうです、めちゃくちゃかっこいいんで本当に楽しみです。ストーリーめっちゃ気になります。本当にかっこいい、これ。それでは、次に、新チャイルドたちのですね、スキルを事前に紹介できるので見ていくのですが、はい、まあ、いつも通りこちら調整中の内容、になりますので、皆様がプレイされる時には、変わる変更点がある可能性がございますので、注意してください。はいはい、それでは、イピスですね、闇属性の妨害型、になっております。スキルの方を見ていきましょう。ノーマルスキル、ダメージを与え、デバフ回避率を減少。スライドスキルですね、 HP の残りが最も少ない敵を優先して、2体にダメージ、そしてダメージ強振&確率デバフ解除。そして、ドライブスキルですね、3体にダメージプラスダメージ強振。ダメージ強振、はい、これですね、まあ、スライドスキルにバフ解除とかあって、うん、非常に使いやすい妨害型、なのですが、まあ、多分カネさんは疑問に思っていたところ、はい、ダメージ強振っていうね、ダメージ強振、そういう新しいワードが書いてあるんですよね。はい、これは、まあ、デバフ、新デバフですか。はい、イビスの特徴はこの新デバフのダメージ強振で、はい、ダメージ強振、説明が、対象が受けたダメージの一定量を、はい、対象を除く、はい、残りの HP が最も少ない最大2体の敵に、追加で与えると。なるほど。わかりましたか？これ多分わからないと思うので紙ぐらいで説明した方がいいかもしれないですね。うん、まあ、つまりダメージ強振がかかった敵に攻撃すると、一部のダメージを他の敵にも追加ダメージとして与えることができるっていう感じです。はいはいはい、まあ、つまりあの、そうですね、ネプチューンの生命連結のダメージマンみたいなイメージで大丈夫。そうですね、まあそういう認識で認識おおむね大丈夫かなと思います。厳密に言うと違うんですけど、はい、で、こちらのイピスなんですけども、ラグナブレイクのボスとして、登場するので、もちろん報酬として皆さん獲得できますので、ぜひチャレンジしてください。はい、はいはい、ぜひともイピスを獲得していただければと思います。はい、それでは今回は、ボスのイピス以外に2体も新チャイルドが、登場するので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、はい、まず1体目、ピュアブライドポモナでございます。ポモナちゃんが来ましたね。これは助かる感じになってますけど、助かってますよ、だいぶ助かりますね。はい、ポモナ結構謎多いチャイルドで、はいはいはい、解放前がね、おっぱい大きかったりするんですけど、そうですね、はい、これどうなんですかね、今回解放前がね、こちら今出てるのは絆解放5、はい、そう、これ解放5ですね、はい、
境本前はどうなのか、どうなのか、また伏せられお楽しみに。というわけで、はい、こちらの、ピュアブライドボーナーのね、性能もね、しっかり見ていきましょう。はいはいはい、ピュアブライドポモナ、光属性の回復型でございます、ノーマルスキルですね、ダメージを与え味方2体のデバフ回避率をアップ、そして、スライドスキルですね、 HP の残りが最も少ない味方を優先し、2体に持続回復とデバフ無効を付与、そして、ドライブスキルですね、戦闘不能の味方1体を HP1000 で復活させ、はい、3体に即時回復です、うんはい、このデバフ無効はあのダナがノーマルスキルで持ってたり、ヴィーナスがドライブスキルで持ってたってやつですね。そうですね、まあ、ダナは自分自身に、ヴィーナスは、はい、ドライブスキルでのデバフ無効の付与でしたけども、はいはい、ポーナはなんとスライドスキルで回復しつつ、はい、デバフの効果ができるので、そうですね、うん、まあ、デバフをその対応してくる的に、はい、まあ、非常に有効なのかなと思います。そうですね、無効化だけじゃなくて回復っていうのはかなり使いやすいかなと、はい、ですね。あ、でこれドライブスキルが、はい、マートについての復活持ちと、そうなんですよ、というわけで待望の復活もつきましたね。いいですよね、この復活、はい、あの使いやすいと言いますか、はい、そうなんです、これ使いやすいですね、はい、でしかもマートとの違いは、チャイルドの復活後即時回復がついてるという、はい、そうです、うん、ところなので、まあ、復活しても敵の強力な攻撃を受けて、はい、ああまたすぐ死んじゃったみたいな無駄にちょっとなりにくいです、ね、そうですね、まあ、そういうことはあの少なくなるんじゃないのかなと思います、はい、だから強力なボス戦とかね、もしもあって時にめっちゃ使いやすい、うん、はい、使いやすい、使いますから、ボス戦って結構、そうですよね、はい、次2体目ですね、はい、ピュアブライドヒルドあの言いにくいんでごまかしました、はい、ピュアブライドヒルドですね、ヒルド、はい、これ規定ないみたいな感じで、ですね、いいですよね。いいですよね。言うけど、肌もね、ですけどね、色白ですから。はい。もうなんか上からどんどんインパクト強くなって、どんどん強くなってます。え、これはもうウェディングドレスですから、ね。はい。ドレスなんですね。もう分かりました。はい。相変わらずね、銃も持ってね。はい。いいですね。まあ、これがデシャですから。そうね。ドレスなんで。はい。はい、新しいドレスの定義をちょっと作っていこうかな。はい。はい、素晴らしい運動でございます、はい、それでは、ピュアブライドヒルドの、性能も見ていきましょう、はい、はい、こちらですね、光属性の攻撃型ですね、はい、ノーマルスキルから見ていきましょう、ダメージを与え闇属性の敵に追加ダメージ、うん、はい、続きましてスライドスキルですね、 HP の残りが最も少ない敵を優先し、2体にダメージプラス防御無視ダメージおよび闇属性の敵に追加ダメージ、はいはい、最後ドライブスキルですね、敵全体にダメージを与え自身に集中攻撃が必中のクリティカル攻撃になるという、ね、効果なんですけど、そちらを付与します。はい、なるほど、うん、とりあえず闇絶対倒すまみたいな、そう、これね、あのドライブスキル、はい、ね、やばいっす、いいですよね、はい、やばいっす、集中ついてます、ドライブスキルで集中が、まあ、自分にこう付与されるので、はい、まあ、このままフィーバーに入ると、そうですね、はい、クリティカルで、フィーバー攻撃を繰り出すことが、はい、できてしまうという、はい、はい、まあ、これだとあのフルオートで、はい、あの遊んでいる方ですと、まあ、クリティカルのフィーバー攻撃が出しやすくなるのではないかと、ね、まあ、こちらはレイドでも、まあ、それ以外のボスでも闇属性に対するとかなり強力なチャイルドなので、ぜひ使ってみてください、うん、いや、いい、はい、本当強いわ、いいですね、はい、では今回はピュアブライドポモナと、ピュアブライドヒルドを加えたチームで、ぜひブライダルイビスと戦ってみましょうか。ありがとうございます。さあ行きますよ、これ行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう、わー、かわいい、かわいいんですけど、すごい、はい、もう本当にね、やっぱり隠してるんですけどね、隠してるの、シークレットかなって感じなんですけど、まあ、イビスちゃんめっちゃデバフしてきますね、これ。そうですね、これデバフマークたくさんついてます、まあ、ちょっと対策なしでは厄介なんですけど、うん、まあ、あのチャイルドがいますよね。ああ、そうですね、まあ、多数のデバフを駆使してくるので、はい、まあ、それこそポモナのデバフ無効が、うん、まあ、効いてくるのかなと思います。はい、そういうことですね。はい、それではフィーバー見ていきましょうか。フィーバータイムの、はい、でドライブ打ちます。はいはいはい、結構派手なんですね。いいですね。はい、行きます。はい、うわ、音なんですよ、音気持ちいい、シャバババババンって入る、これすごいっすね、これすごいでしょ、はい、これが集中の強さです、いいですね、はい、これね、フルオートで、はい、クリティカルのフィーバーがバシバシ打てるというわけで、めちゃめちゃ嬉しいですね。僕もフルオートの民なので強いし、気持ちいいんですよ、うん、はい、めっちゃありがたいです。いいですね、このドライブスキルで自分にこう集中が付与されるので、はい、手軽にこのダメージで
いけるっていうのはすごいいい威力かなと。はい、はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります。盛りだくさんでしたね。盛りだくさんね、まあ、久々のラグナブレイクね、本当にいろんな意味で過激ですね。そうですね、はい、バリバリですね。レイドボスもバトルも面白くなると思うんですけども、はい、ぜひですね、このイピスたちのこのストーリー、はい、そうです、ストーリーね、この見た目、はい、この部分をですね、ぜひ最大限楽しんでもらいたいので、まずストーリーをですね、はい、ぜひクリアしてもらえるといいのかな、今回の特番的にもなんか一番ストーリー気になっちゃったかなって、気になっちゃったな、はい、ぜひそちらも楽しんでほしいです。はい、あとはレイドショップの報酬も、はい、こちらも豪華です。新しい装備品ももちろんありますし、はい、ソウルカルタ、はい、こちらも、イピスのデザインのものがあります。なるほど、ぜひこちら皆さん手に入れてください。はい、あとは、百鬼夜行で使う、提灯とか、提灯、まあ、こちらも報酬に今回加わってますので、はい、なるほど、はい、はい、まあ、報酬もかなり、はい、いろんな魅力的なものが揃っていると思いますので、うん、ぜひ楽しみにしてください。まあ、そして、まあ、さっき冒頭で喋ったんですけど、まあ、チャイルドとしてイピスが獲得できるのに加え、コスチュームの方も獲得のチャンスがありますので、まあ、ぜひプレイしていただければと思います。はい、はい、それでは今回の特番は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。